滝山寺は愛知県岡崎市滝町にある天台宗の寺院。三号は吉祥寺らさん。陰号は薬獣王院。滝山寺木祭りで有名。滝山島将軍が隣接している。滝山寺演技によれば、奈良時代、天武天皇の命で縁の行者が青木川で拾った金色の薬師如来像を祀る吉祥寺として創建したとされる。その後、 寺は放棄され、荒寺となる。縁の大ズは、奈良時代の伝説的な山岳修行者である。縁の行者創造の伝承を持つ寺院は、日本各地にあり、その多くは、山岳信仰、水源信仰に関わる山寺である。本寺もそうした、山岳信仰の場であったと考えられる。縁起によれば、保安年間天台宗の仏泉商人、永久が、 地元の豪族物の部氏の保護を受けて、本堂を建てるなどして、最高、ついで、厚田神宮を宮市、藤原南家を段落ちに迎えることで、寺勢はいよいよ交流した。A 級は、加賀国出身で比叡山で修行した後、不況のため三河の地に渡ったとされる人物で、この12世紀の僧、A 級の最高により、山岳信仰の場であった吉祥寺が、 天台寺院としての形態を整えたものと思われる。平安時代末期から鎌倉時代初期の住職であった関殿は厚田大宮寺、藤原富則の孫で、将軍源頼朝のいとこであったため、頼朝による大伽藍の造流がなされるなど鎌倉幕府の庇護を受けた。関殿は足利聡家初代当主、足利義康の義兄庭でもあり、 よりとの強い推挙によって、足利市本拠地である、下屋の日光山万願寺座スを一時的に務めたものの、首都との関係が悪化し2か月で、三河へ戻った。現在寺に伝わる聖刊の御菩薩及び、両脇侍、凡天、大赦天像は、縁起によれば、よりとの三回忌にあたる正治三年、勘伝が、よりと追善のため物資運慶、探慶不死に作らせたものといい、 様式的にも、運慶一派の作として認められている。その後、藤原富範の子孫にあたる三河守護足利氏の保護を受けた。12世紀に、三河国氏藤原則長と滝山寺の間で、あの和合の貴族が争われたが、厚手大宮寺の藤原則忠により、滝山寺領として定められた。歴代この地の有力者に庇護され、他にも、滝村、 米河内村などを治療とし、鎌倉時代に412国を得ていた。上欧元年、足利家三代目、当主、足利義氏が本堂を造立。南北朝時代には、足利高氏の庇護を受け、重要文化財の本堂が作られた。しかし、臨済州を重視する室町幕府の方針の影響などで、やがて、滝山寺の勢力は衰え、戦国時代に、 事業は諸勢力に侵された。近世初期には、徳川家康の庇護を受け、412国を得て復興。徳川幕府三大将軍、徳川家光の地位に、寛永寺を創設した、天海の弟子助盛が、寛永寺の死因であった、清流院住職と兼務する形で、滝山寺住職を務め、以降滝山寺の勢力が増した。正年月日、 徳川家光の命により、岡崎城鬼門にあたる滝山寺境内に、滝山東照宮が創建され、200国の数を受けた。明治維新後は、国立がなくなり、滝山東照宮も独立するなど、規模が小さくなった。歴代住職の墓は、広島街寺の裏に置かれている。1969年1月中旬から、本堂の屋根替えを行った。 そのためこの年の鬼祭りは中止となった。屋根替えの公費は520万円で、国が8割、愛知県が1割、残りの1割を岡崎市と地元が負担した。芸術新潮2009年1月号の特集で、滝山寺所像の観音菩薩立像、梵天立像、大赦天立像が紹介されたことから、運慶の策がある寺として広い範囲で知られるようになった。 三体は、境内の宝物殿に置かれてある。2017年9月26日から11月26日にかけて、東京国立博物館で特別展、運慶が開催された。この特別展に展示するために観音菩薩立像が、初めて寺の外に持ち出された。移動に耐えられる、よう公益財団法人美術院が再色の、博楽止めなど、 様々な修復を施した。取り外していた、同性の送信具も取り付けられた。2018年4月、朝鮮通信誌の書と見られる変額が、NPO 法人朝鮮通信支援地、連絡協議会の会員の指摘により、本望で発見された。通信誌の変額が県内で見つかったのは、数十年ぶりで、同志の広田寺、稲沢市の前言寺に次いで3例目。 1682年の第7次の通信誌で、社事館だったリ、リ山鈴の書号が彫り込まれている。観音菩薩立像日吉山農社本殿、滝山寺本堂の北側に、日吉山農社本殿がある。七軒舎流れ作り、三河原武器。1608年に徳川家康が建てたと伝えられる。内人の作りが七軒舎以上の流れ作りに見られる。 連結方式ではなく、三社を横長い質の内陣として奥に簡素な祭壇を設けている点を特徴とする。2006年12月21日、岡崎市指定文化財に指定された。老朽化で雨漏りし、腐食も進んでいたことから2019年4月に修復工事が着工。2021年3月、薄い板を重ねたコケら吹き屋根の本殿が完成。 同年5月2日、春光式が開催され、宮田良平元文化庁長官が出席した、鬼祭り、ありがとうございます。